これだけで。こんにちは、レイアウトジャパンの浜川です。今回はナックルサーブ、以前の動画で話をしたと思うんですけど、特に意識することですね、お話ししていけたらなと思いますんで、はい、そしたら早速やっていこうかなと思うんですけど、質の高いやっぱナックルサーブどう出したらいいですかって話だったんですけど、僕が思う質の高いナックルサーブっていうのは低さですね。やっぱ回転かかってないので、高かったらもう打たれて終わっちゃいます。なのでまずは低さを意識してほしいんですよね。でその際にどうしてもここで調整しようと思ったら、ここが狂っちゃって高くなっちゃったり、こうやって長くなっちゃったりみたいな感じになるので、一番やっぱいいのは膝です。膝でしっかり打球点の第一番低くしてください。角度が合ってても高かったら高くなっちゃうんで、できるだけ第一番低くする、膝で低くする、ほんとこれだけで。もし例えばそれでも飛んでしまうっていう人は、当たりをちょっと薄くしてほしいんですよね。ナックルサーブに対しては回転をかけるのが大事じゃなくて、飛距離を抑えるっていうのが大事な話になってくるんで、例えば当たりを弱くするだけでもボールは飛んでいかなくなる。基本的に当たりを弱くする、もしくは薄くするっていうのを意識してほしいの。弱く、はい、まずはするのを意識する。プラスアルファナックルサーブ出すっていうのが、最初から力入れておいてくださいっていうお話をしたことがあるんですよね。でもそれでもやっぱり力入れてたら当たりが強くなってしまうっていう方は、力を同じように抜いておいてください。そしたら余計にやっぱりボールが飛んでいかない、とりあえずラケット落ちないようにして当てるだけだったらボールが飛んでいかなくて回転もかかんないんで、それを最後膝で低くするっていうところから始めていただくっていうのもいいのかなっていうふうに。今回はね、ナックルサーブについてご説明させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。